が c h にイコール着うの最も簡単な不法アカルボン酸である。IUPAC 命名法ではニプロペン酸と表される。有点摂氏12度、沸点摂氏141.6度の無色透明の液体で特有の刺激臭を有する。CAS 登録番号は79から10から7。3回利定数は4.25、粘度は1.3パ 水、アルコール、エーテル、クロロホルムと混和する。アクリル酸の工業的な合成法の一つとしては、プロピレンの2段階酸化が挙げられる。プロピレンを、金属触媒存在下に、酸素で酸化して、アクロレインとし、さらにもう一段階の酸化によりアクリル酸とする。アクリル酸は適当な重合解資材、あるいは酸素などの作用により容易に重合し、ポリアクリル酸を与える。 この重合体はカルボキシルモトを多数持つために非常に浸水性が高い。さらに佳強を加えて網目状としたポリマーはナトリウム塩の形とすると高級水性ゲルとして優れた性能を示すことから紙をむつ用などに用いられる。アクリル酸をメチルエステルとしたアクリル酸メチルもポリアクリル酸メチルなどのポリマーの原料として重要である。 毒物及び劇物取り締まり法により、劇物に指定されている。また、消防法による、第四類危険物、第二国有類に該当する。ありがとうございます。